赤カマスは、スズキクカマスカカマス属の甲骨魚。沿岸性が強く、日本では最も普通に見られるカマス。港や堤防にも多い。カマスカの中では北方に分布する種で、珊瑚礁の海域にはいない。北海道から九州南岸にかけての日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海、薬島、朝鮮半島、チェジュ島、渤海、航海、 中国、台湾西岸、インド洋から西太平洋にかけて、体はほぼ円筒形。頭部は小さく、目は大きい、口は大きく、犬種状の歯がよく発達する。全長60センチ。本州近海では、ヤマトカマスが根核されるが、本州は、副危機点が第一背びれより、明らかに前方にあるので区別できる。第一背びれ、とげ状。第二背びれ、 一トゲ状九難状、尻びれ、二トゲ状八難状、側線ウロコ八十八から九十二枚。産卵期は5から8月、直径0.8ミリ程度の分離浮き性卵を多い、もので20万個、産卵期を通しては100万個産む。25から30時間で孵化、秋には5センチ程度の稚魚となり、藻場や沿岸朝どころの表層から中層で群れて暮らす。 一年で25センチに成長するが、これ以降は季節的な新鮮移動を行うようになる。終年漁獲されるが、夏は沿岸の朝女に、冬はやや沖合の新所に移動する。寿命は7年程度。市場に並んだ赤カマスウロコが剥がれやすく、それが原因で傷ついて死んでしまう個体も多い。それゆえ飼育は難しいとされてきたが、1994年。 東海大学海洋科学博物館で飼育に成功した。静岡市清水区由比町の低地毛に協力を要請して採集した個体の30%は傷が治った。なお、絵付けには苦労した模様。日本産カマスの中でも高価で微妙な本種は低地毛や釣りで漁獲される。クドアの一種クドアメガキャプセラが寄生していることがある。中国産赤カマスを輸入して、 干物に加工する過程で筋肉が誘拐しているのが発見されて問題となった。ただし人間には寄生しないので食品衛生上の問題はない。また誘拐した魚肉が何らかの毒性を持つという報告もない。伝統的なサビキ釣りのほかルアー釣りの対象として人気がある。秋から冬が旬。食材としては他のカマスよりも高級品とされ、 本カマスの別名もある。水気が多い肉質で焼き物として利用するときは塩で軽く締めてから焼くことが多い。皮目が特に微味とされ、焼き下の刺身で提供されることも多い。握り寿司にするには塩、または塩と酢で締めてから握る。卵巣は塩辛になる。ありがとうございます。